ネギね。おネギさん。はい。これが最高の茶碗蒸し。超ロロセッション、私ですね、今日は告知があります。4本目になんで告知動画を持ってきたのか、質問なんですけど。こちら新刊の至高のレンジ飯でございます。僕は手間かかる、そうめんどくせい料理も作るし、めんどくさくないこういうレンジで作るレシピもやるんですけども、今回レンジで特化したやつ全部レンジでできる。まあ別に買わなくていい、 YouTube 見てればね、別に料理いらないしね。まあ、ただこの本の利点っていうのは、 YouTube だと長ったらしいこと言うから8分ぐらいあるわけじゃないですか、料理の説明を。この本だと1レシピ30秒で分かります。興味のある方は買ってみてください。ただこの至高のレンジ飯の 70% は動画化しません。現時点でも動画化してるのほとんどないと思います。僕はなんか無理やり買わせるの好きじゃないので、本当に価値があると思った方にしか買っていただきたくないので、本当にいいと思ったら買ってください。いいと思わなかったら買わなくていいです。今回はですね、この至高のレンジ飯にも入ってて、僕が一番気に入ってるレシピ、茶碗蒸しあります。茶碗蒸しって皆さん作りますか？蒸し器でやるってなるとハードル高くないですか？今回私がやるのはレンジです。ぶっちゃけて言うとレンジが一番いいです。今回面倒さゼロ、具材2つ、鶏肉とネギだけ。この茶碗蒸しがいっちゃん楽でうまいです。ほらマジっすか。飲みの締めとかに最高。じゃあやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、鶏肉 50g、 胸肉でもいい、あと長ネギ、卵1個、あと材料、調味料概要欄に書いてます。そちらチェックしてください。チェック。茶碗蒸しやっぱね、簡単で出ないといけないと思うんですよね。ボルテージ上がってきた。ボルテージ上がってきた。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、まずね、野菜から切っていきたいと思います。ネギ。ネギね、斜め切りでね、できるだけ薄く、ね、こうやって切ってください。今回ね、もうネギ、具はネギと、まあ、鶏肉だけ。あのね、茶碗蒸しね、そんないっぱい具材いらない。そんないっぱい具材が必要だって言うからみんな家庭で茶碗蒸し作らなくなっちゃう。そしたら、お肉。レンジでお肉やると、なんかね、不安だなっていう方いらっしゃると思うんですけども、大丈夫、あのね、細かく切ってください。こうやってね、一口にこの鶏の肉が、入るようにこんな感じで切っててください。はい、はい、こんな感じで切る、もう OK です。そしたら卵ね、卵1個割ります。卵1個、あ、いい卵ですね。これね、一回溶いてください。はい、よく溶きほぐしてくださいね、これね。で、ここに水 150cc、 はい、入れます。で、ここに白だし大さじ1杯。だし取ってもいいんですけども、めんどくさいから、あの、白だしです。白だしの方がね、よっぽど手茶碗蒸しっぽい。はい、白だし大さじ1杯入れてください。で、ちょっとね、塩一つまみね、人差し指と、三つ指でね、こう入れるんですよ。で、あと砂糖少し甘みが入ると一層コク深くなります。はいね、砂糖これぐらいね、さっきの塩と同量ぐらいですね。そしたら混ぜます。で、器はね、大体ね、これぐらいのちょっとね、そこが少し浅いこうスープカップっぽいやつが一番いいと思う。で、ここに鶏肉をまず入れますね。はい、鶏肉はね、茶碗蒸しもそうなんですけども、こうやって沈めちゃう。でね、ここに卵液を入れていきます。で、ちょっとね、できればこした方がいい。こさないと上に気泡ができて仕上がりが綺麗にいかなくなっちゃうから、こんな感じですね。気泡ちょっとできてるじゃないですか。これをなくしたい方っていうのは、これはもうなんか味変わんないのでやんなくてもいいです。綺麗に仕上げたい方はガスバーナーでもいいし、ライターでもいいんですけど、はいはいはい、こうすると泡切りますね。はい、そうすると滑らかな見た目のあれになります。で、ここにネギね、はい、もうここにネギ入れちゃう。ネギね、おネギさん。はい、このままラップもせずに、あとは電子レンジの性能にもよるんですけども、基本的に1回600ワット2分チンしてください。茶碗蒸し自体のを温めます。
見て見て見て、これちょっと箸固まってるぐらいでまだドロッとしてるでしょ、これほら真ん中固まってないでしょ。でここでこの状態からじっくり加熱していくとすっごいツルッツルな茶碗蒸しになります。じゃあこれどうやって加熱していくかっていうと、200ワットで1分40秒ですよ。300ワットであれば1分10秒ぐらい。はい、見てトロントロンでしょ、トロントロンですよ。でもちゃんと固まってるでしょ、これこれが最高の茶碗蒸しね。でこれでまだちょっと中があの水っぽいなとかっていう風になったら、追加で10秒とか20秒とか加熱してって全然平気です。あ、もうちょっと加熱してもいいかもしれない。そう、あと20秒だけ、やってトロントロンの、トロを食べていきたい。このトロ、もうトロプル、ほらこの茶碗蒸し、これが一番うまい、これが一番うまいです。じゃあ食べていきたい。じゃあ、アッシュがあのこれトロプル茶碗蒸しいただきます。ほらほらほら、こんなトロプルですよ。うまっ、めっちゃ繊細な茶碗蒸しだね。めちゃくちゃうまい、酢が全く立ってない。うん、だしの濃さも最高で、鶏肉もめちゃくちゃ柔らかくていいやと思ってる。これだよね、ネギの香りも立ってるし、これはうまい。ほぼスープトロリッチ、茶碗蒸しってうめえよな。なんでこんなうまいんだろう。僕はスシロー行ったら必ず茶碗蒸し頼みます。たまらん、たまらんし会長、カモン、よいしょい。すごいねこれ、すごいじゃん。これなのよ、このトロトロ具合。いただきます。うまっ、めっちゃうまいでしょ。めっちゃうまいね。これ食うと、茶碗蒸しって鶏肉とネギだけでいくねって。全然酢立ってないでしょ、トロプルでしょ。うまっ、これなの。これはすごいね。茶碗蒸しなんてさ、軽率に食べたいじゃん。でも茶碗蒸しってなかなか売ってなくて、これは酔った後にスープ代わりでこれを食べるこれいいと思うから、今回鶏肉でやってるんだけど、なんもなくていい。かまぼこでも、ちくわでもいいし、何入れてもこれはすごいわ。これはね、至高のねじ飯で一番気に入ってる、一番気に入ってるんだけど、あんま地味なところに貼ったりとか、ここに書いてあるレシピはあんまやんないと思うんで貼ってください。さすが、今日もお仕事、お疲れ様です。もう至高のねじ飯マスター、クランクアップです。クランクアップです。クランクアップ、花束お願いします、はいはい、最後、最後これ告知してもらって、はい、花束用意しないから、ちょっと花束お願いします。愛を込めて花束を。一応ね、このレンジ飯の話をすると、もうね、めっちゃいいっすよ。もうこれちょっとチラ見せしちゃうのか、チラ見せ。シンガポールチキンライス、これレンジでいきます。はい、まあなんか僕一応あの本職は、あの本職は酔っ払いじゃなくて料理研究家なので、今回は売れないんで、ちょっとあれなので、まあ別に売れなくてもいいか。